こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日は新年最初の編み物ラジオです。結構日にちが経ってしまったのですが、えーと、いろいろ編んでいる動画の方を上げちゃってたらこんな日になってしまいました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか今日も編み物をしたり、家事をしたりしながら聞いていただけると嬉しいです。今日編んでるのは ちょうどアップでこのこっから下は何かご想像してお待ちください。ずっと先の動画になってしまいます。えっ、ー、と12月に好きなものを編んでいて、でもう本当一番最初に手に取った毛糸でいろんなものを編むみたいな感じでずっとしてたんですけど、なので動画が溜まって今編んでいるのと日付今動画上がっているのがすごい差ができちゃってるので。 まあ、編み物ラジオが一番ね、先のものを上げているので、何を編んでるのかな次回予告的に使っていただけると嬉しいです。2022年明けましたね。後で年越しライブのお話もさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、去年は、抱負を頑張らないみたいな感じで言ったと思うんですけど、今年も、 頑張らないというか、無理しないミニマリストっていう <laughs>、あの、風の民さんのラジオを聞いて、あ、いいなと思ってて、無理をしないというか、無理をしちゃうと思うので、頑張らないって思っても頑張っちゃうと思うので、頑張っちゃったら、無理してたら気づくようにしたいなと。ちょっと今年はね、自分のそういう、ちょ、いっぱいいっぱいというか、キャパシティをこうね、超えてしてる時に気づけるようになりたいなと。 そういうとこちょっとこう、なんだろう、変に忍耐強かったり、真面目だったりするので、だからこうね、編み物もね、ちゃんと仕上げようみたいな気持ちがある,あるんですけど、まあ、ズボラなとこもありますが。なので、無理をしないというか、無理に気づける、自分を大事にする一年にしたいと思います。皆さんはどんな一年にしたいですか でもしよかったらまず私の動画を見てくださってる方って多分毎日見てくださってる方が結構多いかなと思うんですけどということは毎日編んでる方が多いんだと思うんですけど今年1年試してみませんか毎日一目でいいから編む一目でいいんです一段とかじゃなくて一目すっごい忙しい日でも朝起きたらすぐ一目編む前もそういう習慣にしたらすごい楽だと思います。 いう話をしたような気がするんですけど、何でも編み物じゃなくても。なので、一目だけでも編む一年を過ごしてみませんかやってみたい人なんか挙手みたいなのをコメントに <laughs> 入れていただけると。私はね、もう結構それ何年も続けてますね。で、この間、あのライブで聞いたらそういう方い,いらっしゃいましたよね。結構いましたよね。 なので、何人手を挙げるか楽しみにしております。もうしてるからいいか <laughs>。ここからちょっと一つずらしたいと思います。試し編みです。一応 YouTube を撮っている裏でもこう試し編みしたり、ボツになったり、全部解いてもう一回やったりしていることもたくさんあります。さあ、これを解くかこのまんま放送するか。 それも予想立ててお聞きください。で今年の YouTube の目標というかはうんいつも編むことを思いっきり楽しんじゃってて <laughs> YouTube 撮るのありきじゃなくて先に編む方を優先してたんですけど 今年はちょっとは YouTuber らしく、うん、あの、編むことだでいっぱいいっぱいになるんじゃなくて、説明したり、今みたいにアップに移したりして、説明を、こう、解説を、こう、ちゃんと、何段目何とか、なんかこう、チャプターを入れたりとかするようにしていけたらいいなとは思っています。でも、無理をしないのが一番なので、えっと、どうなるかわかりませんが。 うん、あと、こんな風にしたらもう少しわかるのになぁ、なんていうコメントがありましたら、あの、お手柔らかに書いていただけると嬉しいです。やれるかどうかわかりませんが、ね、あの、楽しくしてないと続かないことだと思うので、まず楽しさ重視でやってきちゃったんですが、ちょっとね、わかりづらかったらあれだと思うので、 今年はアップでゆっくり。なので、普通のスピード、私のいつものスピードで、いつもせっかちに編んでるんですが、あとね、なんか動画が長いと見づらいのかなと思って急いで編んでる時もありますけど、それをやめようかなと思っています。ちょっと長めの動画になっちゃうかもしれないけど、もしくはカットカットの動画になっちゃうかもしれないけど、今年はそんなのをチャレンジしてみようかなと思います。 どうぞよろしくお願いします。何をね、編もうかとか、そういうのは全然予想立ってないんですけども、ただ毎日編んでいるのを動画に撮っているというのを、もうちょっと計画的にしていこうかと思います。今年は何を編んじゃおうかな。ま、また寒くなったら、また来年も伊賀屋さんの靴下編んでいるでしょうし、夏はフットカバーを編むでしょうし、 ねえなんかかぎ針編みにはまってみたりなんかいろんな新しい系統に挑戦してみたりとかするんでしょうねここを表編みのとこに持っていきたかったけどいいかそうあと。 えー、今年もう一個やっておきたいなと思うのは、睡眠です。ちょっとね、寝る時間があ,ある時から、うん、夜中に起きる癖がついちゃって、で起きたらあんじゃ、で、YouTube 見ちゃう。で、そこからまた寝れないというのを繰り返して、ちょっと睡眠がで、睡眠が何よりも一番健康にいいらしいんですよ。 で、こう、イライラしたりするのとか、もうもしかしたら、あの、眠ってないせいかもしれないし、うん、あの、健全な体に健全な精神は宿ると、逆か。<laughs> 健全な精神に健全な体が宿るんでしたっけ私逆だと思うんですよね。なんか、ちゃんと運動して、まあ、あんまり運動できないけど、運動して、眠って、えー、 なんだ自分の体をいたわったら、毎日こう、穏やかに、ますます編み物に、すべてが編み物のために動いている人 <laughs>。でも、うん。全部生きてくると思うので、ちょっと、ちゃんとした時間に、10時だったら10時寝る。 そして、6時に起きる。6時に起きるのは起きちゃうんですよね。なので、睡眠時間がね、なんだろう、短くなっちゃうので、その癖をつけて夜中に起きないようになりたいなぁ。来年の今頃はまた、ね、抱負を話してると思うんですけど、その時に睡眠の話を一切してないような、忘れているかのような健康な自分でいられたらなぁと思います。あ、 そろそろ糸替えをしよう。一二三四五六。七。八。もう何の糸かわかる方はいらっしゃるかな。 れち,ゃったちょっと色の違いがスマホとまた違うので分かんないんですけどちょっと色を変えましたこの間の年越しライブありがとうございました夜中にもかかわらず皆さん来てくださって。 なんかこう、最近の年越しはずっと爆睡してたので <laughs>、すごい嬉しかったです。で、なんかこう、ネット状況が悪かったのかな、じーじい言ってるっていうのも教えてくださって、そしたら、 ああ、じいじいになってるのは私のストーブかと思ったんですよ。ストーブなんかオイルヒーターって、なんかタイマーみたいな音がしたりするから、それかと思って、ああ、じゃあ、タイあの、ストーブ止めますねって言ったら、ああ、止めないで、止めないでって皆さん言ってくださって。例えばライブでずっとじいじい言ってたら不快じゃないですか。それを、私のストーブね、寒いだろうからということで、あの、 止めないでって言ってくださるところが、皆さんの優しいところ、そういうところがね、素晴らしい。あの、ありがとうございます。だから大好きです。えっ、ー、と、だから私は、この、ずっと続けてこられたので、いや素晴らしいメンバーが集まってくださって、本当に助かっています。なんだろう。ルイは友を呼ぶの逆バージョンで、皆さんに見合う自分で言おうかなと思っています。 そして、なんだっけ、今入院していますっていう方がいらっしゃって、そしたら皆さんで大丈夫大丈夫ってこう声をかけてくださって、なんだろう、視聴者さん同士、あ、言いづらい、視聴者さん同士で気遣う様子っていうのが、やっぱ編み物する人だからなのか、なんかやっぱ素晴らしいメンバーが集まってくださったからなのか、 あ、ここ、ここじゃない方がいいな。そこがね、とっても嬉しいです。で、いつも皆さんに、皆さんを、私だけじゃなくて、ライブの時にね、こんばんはだけじゃなくて、皆さんこんばんはとかおっしゃってくださって。いや、他のライブそんなに見に行ったことないか、あれだけど、当たり前なのかもしれませんが、すごく、そういうところが皆さんの素晴らしいところです。 ありがとうございます。というのを絶対言いたかったので <laughs>、メモしておきました。素晴らしい年越しが、ライブができました。皆さんのおかげです。そして、実はこの後、私の誕生日、ライブします。ということは、 今日誕生日なんですが。まあそのことについてはライブで喋ると思うので、どうぞお楽しみに。そして、今日6000人超えました。イエーイ。まさか自分の誕生日、いやなんか前の日あたりからあれもしかして今日か今日かって思ってたんですよ。で、で本当に6000人行って、ちょっと紆よ曲折があったんですけど、ちゃんと6000人行って、すごい日になりました。ありがとうございます。 登録してくださった方あの1月5日に登録してくださった方がこの中にいらっしゃいましたらお礼を心から述べたいと思いますありがとうございますそうそう毛糸 を皆さん福袋で買ったとかおっしゃってでいいなとかって思っててで、うん、私自身は福袋買ってないんで何も言えないんですけど、えっ、ー、と、毛糸って物を買っているというよりも断捨離に興味ある方もいらっしゃると思うので、えっ、ー、と、経験にお金を使っていると思うんですね。で、いつかちょっと この話、お金の話もしたいなと、いつかのラ編み物ラジオでしようかなと思ってるんですけど、えー、お金の良い使い方は、物とか言うよりもこれからは、えっ、ー、と、自分の、うん能力を伸ばすために、なんだろう、勉強するために本を買ったり、研修会にお金を使ったりとか、えっ、ー、と、何か自分の心を豊かにする経験に使った方がいいんだそうです。 なので、私たち毛糸を買ってるってものだけじゃなくて、経験にもお金使ってるってことだから、自己投資でもあるよなと思って、やっぱり編み物っていい趣味だなと思います。あの、この年末にいっぱいノロ毛糸とか、すごい楽しませてもらって、100均の糸でもすごい、100円をあれだけで時間をかけて楽しめるかって思うと、 ああ、いいことなんだよなと思って。だから、うん、毛糸をいくら持ってても、その時間まで買ってると思うと、すごい得だなと、いいコスパだなと <laughs>、思います。他にももしね、何か経験のために払えるのであれば、何かこう、そんなもので使っていきたいなと、大事なお金をそうやって使っていきたいなと思っています。 それで自分のお金が何に使われているかというかを自己反省したんですね、年末に。えー、Amazon とか楽天でとかメルカリで何を買ったかを1年間分こうずらーっとこう見て、で、 あ、これは自己投資だとか、あ、消費だとか、浪費だみたいな。あ、これもうこういうお金の使い方したくないなーっていうのを、ざっと頭に入れただけね。なんか、家計簿書いたり、細かい反省をこう、ダメなものを書きか、書いたりなんかするのちょっとめんどくさいので、そんなことはしないんですが、こう書いてみて、あ、書いてみてじゃない、見てみて、 無駄なものをここで言っておきたいと思います。まず、メルカリで買う服ですね。最近はお店にも服を買いに行くことはもうなくて、いやー、昔はユニクロとか GU を、えっ、ー、と、通販で買ったりもしたんですけど、それももうちょっとめんどくさくなっちゃって、えー、ジャージはアマゾンで、あの、一回着て、ワードローブっていうやつかな。一回着て、良ければ買い取り、か 合わなければ戻すっていうのでちょっっと無駄はなくなくたんでですねでも、私服は安いのがいいから、やっぱメルカリで、あれ可愛い,いセーターとか思ったら買うんですね。でも、届いてみたら、やっぱ似合わなくて返すっていうのをほんと何回もしてて、いやー、ちょっとそこがね、自分を分かっていない。自分の体のサイズも分かってなければ何が似合うかとか、うんで、この冬さえ、 持てばいいんですね。だから安いセーターでいいんだけど、そこのね、見極めがいまいちだったなと思って、メルカリで服を買うときには、一旦いいねをして、一日以上経って、頭を冷やしてから買うということにしますって言ってもな、来年もメルカリで無駄なものを買ってしまったって言ってそうな気がしますね。そう。なんかこうね、 いしちゃいけない習慣をやめる環境に持っていけば自分の意思とかに関係なくやめれそうな気がするので。あとね、あの、アマゾンはお菓子でしたね。なんか、ここで名前を言うとそれを買いたくなりそうだから内緒にしておいて。スナック菓子をもうコンビニとかスーパーに買いに行く感じじゃないんですよ。もう 行くのがめんどくさいし行かないので、だったらアマゾンで買っちゃえと思って買うと大量に買っておいてるわけじゃないですか。だから食べきっちゃうし足りなければまた買いたくなっちゃうんですね。私、しょっぱい系のお菓子を結構スナックを買っちゃうので、それはもうやめました。なんだろう。えっと、買いたいものリストみたいなのからも抜かしたし当たり前だけど。<laughs> で、 うん、そこを見ないようにして、スナックじゃなくって最近食べてるのは、えっ、ー、と、毎日、ちっちゃいヨーグルトを一個ずつ、それもね、買いに行かなきゃいけないからちょっとめんどくさいんですけどね。と、えー、ナッツと、ナッツはもう2週間に1回1キロのやつが送られてくるようにセットしてて、あと最近のヒットはね、煮干しです。房総半島の煮干しです。なんかね、スーパーで 時々しか売ってないんですけど、ちょうどいいしょっぱさで、で、すごい噛めるし、いいんですよ。房総半島にお住まいの方、素晴らしい、いい地域にお住まいです。煮干しが美味しいです。いや、他の地域の煮干しも美味しいかもしれませんが、<laughs> 私がハマっているのはその煮干しです。と、みかんですね。みかん、仏壇に置いてある、お供えしてあるみかんを腐る前に食べるという名目で、 手が黄色くなるくらい。あ映らないか。今日ピンと合わないな。爪が黄色くなるくらい <laughs> 食べています。で、お菓子をやめようと。まあ、か果,果物の甘さは結構お菓子ぐらい本当は良くないらしいんですが。でも、スナックをやめることに頑張りたいと思います。 あと、ずっと前の話になっちゃうかな、えー。この年末とかに雪が降りますと。大雪になります。なので気をつけてくださいって言ったら DM とかコメントとかで雪大丈夫ですかって朝のプレミア公開とかでなんかおっしゃってくださってすごい嬉しかったです。ありがとうございます。うちは雪降らない地域じゃなくて、まあ、降るは降るんですけど、あら、ここ間違えてたわ。 直せるかなあ、直せそう。えっ、ー、と、降るは降るんです。でも今年は少ない方で、いや、どうしよう、スキーできないんじゃないかなとかって思ってるくらいだったので、で、この、まあ、大雪は大雪だったんですけど、えっ、ー、と、電線が切れたり、雪の重みでね、電線切れたりするんですよ。そ、そういうほどの大雪でもないし、えっ、ー、と、近所の皆さんがトラクターを持ってらして、 自分家の前だけじゃなくて、私の前も、あと除雪車も上手だし、うちの地域ね、そこ素晴らしいんですよ。なので、私は普通に生きていますし <laughs>、水道も凍らずに、去年凍ったかな、去年凍って洗濯がちょっとできなくて大変だったんですけど、今年は凍らずに、えっ、ー、と、大雪も大丈夫でいます。で、いつもその時、そういうニュースの時にスカ、すか湯、す、 お酢さん、っていう字に、カタカナの K 書いて、ちっちゃいけです。で、お湯の湯って書いて、スカイ湯っていう地名が、244センチ積もりました、とかって、とか、こんな感じですって映像で出るんですけど、それにね、私は一言申したい。<laughs> えっと、スカイ湯というのは、すっかい湯、つまり酸っぱい湯。 温泉が出るところで、当時客が行く、戸和田湖の近くの山の奥です。なので、そこに住んでいる人は当時の仕事をしている人、温泉の仕事をしている人で、えっ、ー、と、行く人は、 関係のある人は、そのニュースを見なきゃいけないのは、当事客のみです。私がそういう地域じゃなくて、青森県がみんな244センチ積もってるからじゃなくて、そこだけ別格なので、そりゃ見たらすごい感動するくらい雪が降ってるし、わぁ、こういう地域もあるんだって思うかもしれませんが。 まさか青森県が全部そんなわけじゃないですって分かってる人いますよね。なので、いや、いつも天気予報に、青森県の天気予報にスカイユ200何センチとかって書いてるけど、いや、全然参考にならないんだけどなーっていつも思ってるし、スカイユに住む人勇気あるなーと思いますね。でもね、あそこすごい本当に酸っぱい湯っていうか、当時に聞いて、なんかいつも当時客がいるし、 えー、近くにすごい綺麗な色の池があって、で、雪が積もった中に青っぽいこの池みたいなのが、青池っていうのもあるんですけどね。それが見えるのがすごい幻想的で、素晴らしい地区でもあります。もしコロナ禍が収まったら、いろんなとこに出かけたいっていうね、方が、計画を立てている方がいっぱいいらっしゃると思うんですけど、もしよかったら青森県にも。 おいでまませ <laughs> と思っていますそそそうそうそうで最近あの YouTube でおすすめ動画、えー、と編み物の動画が上がっててえっ、ー、とあまちゃんの主人公をしてたのんさんのーねんレナさんだった人のんさんという方がマフラーを編んでいますみたいな「旅先でマフラーを編んでいます」ってなって「えー、どういうことだ?」と思ったんですけど。 あ,あここがその下から間違ってましたね。あら直さなくっちゃ。直しながら。えっ、ー、とどこかおあの旅行に行ったみたいなんですよ。でそこで毛糸屋さんだったのかなで毛糸を選んで昔から毛糸何と編み物をする子だったらしいんですけどえっ、ー、と。 久しぶりにまたそこで再会したのかなわかんないけど、マフラーは生まれて初めて作ったのかなで、そのマフラーいいねって、あの、地元のおばあちゃんに言われて、あ、いいでしょうって言って、じゃあプレゼントするよって言って、生まれて初めての、できたばかりのマフラーを人にプレゼントするそうです。なんか、そういう、なんだろう、初めてのそういう喜びを、 人に分けれるノンさんのなんだろう。心の広さというか。自分であんだから自分で持ってたいじゃないですか <laughs>。でも、彼女はそのあんだ喜びだけでよかったんだろうなと思って。あら、全然違うように直してた。直せるかな喋りながら直すの難しいですよね。一回止めようかなでもう今日は、 ファーストテイクで一本撮りで撮ろ一発撮りで撮りたいなと思ってたのでこのまんまやってみますそののんさんのそのなんか初々しさというかあ初心に帰った感じでとっても嬉しくてまた見ようかなと思っていますなんかかぎ針編みの帽子とかすごいいやもっとね編み地を近くで見たかったんですけど すごい上手な感じでした。と佐々木のぞみさんとかがステキにハンドメイドとかでされてますよね。すごい編み地が綺麗だった。いやー、二人ともね、お綺麗なのに編み物もできるんかいっていうね。<laughs> 天は二物を与えてしまいましたね。と思いました。 なんだっけ仕事に行くマネージャーが呼びに来てるのに、なんか布団から出ないでずっと編み物してて、マネージャーが仕事の迎えに来たって言ってましたよね。<laughs> なんか編み物依存みたいな感じがしますけどね。<laughs> でも若いからなんかそんな感じなんだろうね。ああ、やっぱり直してきます。ああ、やっと直してきました。ちょっとぐちゃっとしちゃったけど。 これはこれで今回は良しとしていきたいと思います。いやー、形になるものやら、と思いました。あ、それで思い出しました。えっ、ー、と、横山さん、えっ、ー、と、どこにもない編み物研究室という、えっ、ー、と、横山ゆきやさんだと思うんですけど、という方、編みきのこで有名な、編みき,きのこ会議という、 YouTube をされてるんですけどで編みきのこの編み方みたいな動画を見ていたらいやーもうトークが面白いもうあの落語家みたいな素晴らしい声でえー、と縦板に水っていうんですかスラ,スラ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 こう言葉が出てくるで正直なんですよなんかだから編み物をしてるとあの魔物があってですねこれはキノコになるのかなって思う時がある,あるけど なるんですと。あの、そういう魔物がものづくりをしてるといるけど、でも、大丈夫なので進んでくださいみたいな。あ、それは私の言い方かな。<laughs> なんていう言い方をしたかな。でも、うん、網きのこは出来上がりますみたいな、その励まし方といい。あと、今動画を撮ってるので、なんかかっつけようとしてちょっとこう、 こうなりましたが、みたいな。<laughs> あ、いつもまたそうなんですよね。いつも、はったりをかましてるというか、今だってこうね、失敗したのを一生懸命なおうとしたりね。はったりになってないか。でも、そういうごまかしたい気持ちとかも、ちゃんと正直に言えばいいんだなと思って、すごく、 好感が持てるというか、それをはっきり口に言えるところがまた素晴らしい人格者なんだろうなと思って見てみました。皆さんも編んでる時に、いやーこれ靴下になるのかなこれでいいのかなって不安になるかもしれませんが、ものづくりをしている限り、その魔物のようなものは必ず出てくると考えれば、いや、今回はこの直しで、この直し方でいいことにしようとか、 いう諦めがつく変にね <laughs> で。でそうじゃないと物ってできていかないと思うのでどんどんほどいていっちゃうと思うので、うん、その横山さんの励ましを覚えておくといいと思いますでなんか 編み物友達、すごく博学なね、編み物友達にその方のことを教えてもらったんですよ。で、あの、どこにもない編み物教室っていう、あ編み物研究っていうのがあるんだなっていうのも知って、なんだろう、文化としてね、すごく深く捉えてらして、で、私はそこまでこう分かってるわけじゃないけど、いずれはね、それを知った上でまた編んだら、もっと あ素晴らしいものをしてるんだななんてプライドを持ってね編めるんじゃないかなと期待しております。ということで今日もダラダラ編みましたが新年早々お付き合いいただきどうもありがとうございました。ままた編み物ラジオおお付き合いいいください次の動画でお会いしましょう